県東部の海域でミズクラゲが大量に出現し始めたのは2022年からだといいます。こちらがクラゲを裁断するカッターです。底引き網用は船後方の排水口に取り付けます。県が去年行った3種類のカッターの検証結果を生かして最も効果的な形状のものを作ったそうです。この日は県がクラゲの一斉駆除のためクラゲカッターを搭載した6つの漁協の16隻が田島沖に集結し活動しました。底引き網漁が始まりました。水深15メートルほどに投下されエビやテンジクダイを狙います。もう一番最初に網入ったらもうあと魚入らん。最初に網を入れたエリアではクラゲは多くありませんでしたが、場所を変えてみると船上に大量のクラゲが引き上げられました。いよいよクラゲカッターの出番です。船に上がったクラゲをカッターへ落とし込み海へと帰っていきます。クラゲはどのように切れるのか本来の養蜂とは異なりますが、分かりやすい状態で撮影してみました。カッターの刃で裁断され6分割されました。クラゲカッターはクラゲそのものを早急に減らしたい、やっつけたいという時には、それなりの効果を持つものです。ただ親だけを狙ってますから短期的な処理の方法である。上名誉教授はクラゲカッターだけでは大量発生の対策にはならないと指摘します。ポリプというのは例えばこの浮き桟橋の下などに隠れている小さなものなんですね。そちらを駆除しない限り、親のクラゲも駆除できないということになります。クラゲから漁業を守るために今年の取り組みは来年どのような結果として現れてくるのでしょうか。